道のく話器は、日本の戦役である前9年の役の天末を描いた、軍記物語。道のく物語、欧州合戦機とも言う。まさか時とともに、軍記物語の講師とされる。成立は、平安時代後期、11世紀後期頃と推定される。作者は不明だが、藤原明とする説が有力である。一貫物。 道の区国から創造された国会を元にしたと見られる文章が多いことから、朝廷内で国会を見ることのできた人物が作者ではないかという見解が有力である。内容は国会に役に参加した武士の体験談等を交えたものとなっている。不臭である安倍氏、清原氏が源氏と対等な武士として、短いが力強く描写されている。 初期軍記物語の代表作である。道の区国奥六軍の不州長であった安倍智義は六軍を渡しし、これを道の区国氏藤原昇人が攻めたものの鬼節部で敗れたこと。次に、源頼地が仏間モル県鎮守府将軍として雷事を討とうとするが、朝廷の出した恩赦のため雷領はなお雷事と改めるなど従順な態度を取り帰伏したこと。 頼りが、雷治の子である貞等に、大吉江の陣営を襲撃した権威をかけたため、雷治が、不死の情愛から放棄を決意、安倍氏の優位に戦いが進んだこと。藤原恒清が安倍氏に加勢したこと。頼りが、中立を保っていた、出羽国三国の府衆、清原光頼に珍気なものを送り参戦を依頼し、光頼の弟竹則率いる大軍が参戦したこと。 これにより、形勢が逆転し、藤原恒清は捕虜となり残首され、佐田党はここで刺されて死に、安倍氏は栗屋川作に滅んだこと。最後に、頼地下、吉家夫子の字幕で、それぞれ正4位下、15位下に助せられたこと、などが述べられている。正、ま、時と同じく変態漢文で書かれている。正、ま、時が、追句や弁礼体などを用いて、 自分帳であるのに対し、道のく話機は、筆致を抑えた、淡々とした文体となっている。これは、刊末に、テーメテビュータカラム、ミオ、チ、レール社これを、聖、サムのみとあって、この作品が、記録文を目指したことと関連していると思われる。いわゆる、宗行の話を幅広く取り入れていることにその、特徴がある。都に届けられた、サダ島の子宮に、 後人となった老刀が泣きながら、櫛で髪を整えたこと、老武士の再起業藩の奮戦士、安倍の離島の妻の幼子を抱いての当人等個人の印象的な説話により、単なる合戦記録を超えた文学として評価されている。特に老刀の神明を落とした主君への忠義を強調しているとする評価もある。ただし、この、道のく話しき、以降、いくつかの小さな作品はあるものの、 方言物語、平時物語、平家物語の三部作が誕生する13世紀前半までの間、軍記物語の潮流には長いブランクが生まれている。しかも、方言物語の冒頭が、蕎麦天皇の知性を語り出すという鏡物に類する記述をしていることから見て、後世につながる要素はややもすると乏しいものとなっている。また、吉家の武勇を散々する一方で、 つネキよの処刑をわざわざ切れ味の悪い刀で、苦しめながら首を落とした、などと描くなど、一方で武士の凶暴さ、執念深さについても筆を振るっている。これは、道のく話式の刊末に、小生成、ただし地里の外たるをもって私は、遠く離れた場所のものなのでとあり、作者が東国と関わった武士ではなく、都の貴族であることを示唆しているのとも関わると思われる。 根弱物語集巻、第25代13に、源の寄地家、アゾンバツ、安倍貞党と合という、道のく話式を手直ししたほぼ同文が、再録されている。大きな違いとしては、まず、根弱は、文章が和漢根孔文であり、物語的で、親しみやすいものになっているということ。また、いくつかの逸話、は、関石の引用を削除している点が挙げられる。また、 戦闘描写などもいくつかカットされており、これは、根尺がこの作品の細部よりも、物語の流れに興味を持っていたことを示している。関石の削除に関しては、例えば、藤原恒清が、より近からの疑いが向けられた際、自分の置かれた立場を、菅の構想に疑われて殺された行進に例える場面があるが、この部分が、根尺にはない。故事を引用して、 現在の状況を説明するのは、軍記物語の上等手段であるが、根尺はこの方法を取らなかったということである。内容の省略に関しては、乱集結後、清原武則が神業と評判の吉家の弓の腕前を見たがり、それに応えて吉家が鎧三両を打ち抜くという、実力を見せつけるという印象的なエピソードを省略している。この吉家の武勇譚は、 光言物語で、源のためともの弓の腕前を語る際に引き合いに出されるなど、著名な話であったと思われるが、これも、今弱の好むところではなかったらしい。また、道のく話器は、物語の最後に、より地下の功績を、漢の酵素の中国平定や、坂の上の田村マロに例えるなど、称賛のことを惜しまないが、今弱はこれもカットしている。また、 問題となる変更点としては、よりちかが、平長平を殺害する経緯が挙げられる。長平は、常清をと共に、大臣の婿であったが、よりちかに味方する。しかし、裏切りを疑われて、よりちかに殺される。この箇所、道のく話式では長平を、不中不義者で、暴力書室であるとし、彼が、銀の兜を被っているのは、黄金の乱での黄色い図金と同じで、 誤って撃たれないためのものであると書かれている。一方、根尺ではある人がより近に長平の裏切りを密告するだけで、兜が他と違うということ以外には一切の証拠は挙げられていない。味方によっては、長平に反逆の意図があったかどうかは不明であって、より近の猜疑心が長平を撃たせたとも言える。上の例と合わせて、道のく話しきよりも、根尺はより近。 吉家親子への共感に乏しいと言える。この他、道のく話式を転居とする話は、不走略記、実金賞などにも見える。ありがとうございます。